せっかくグルメ、夏の人気観光地へ。行ってみましょう。日村さんは大自然と歴史の町長野市。すっごいうまい。信州が誇る名物グルメの数々を食欲フルスロットルで片っ端から平らげる。最高。いやさらに佐野勇斗さんが阿蘇で初のグルメ探し。こんにちは。こんにちは。逃げないでよ。もう無駄だ。豪快な食べっぷりもベールを脱ぐ。日曜夜7時。せっかくなので YouTube 限定配信。東京03飯塚さんが全国ライブで訪れた街の衝撃的に美味しかったグルメを発表。さあということでね、はい、あの東京03の飯塚聡、僕らはサトシって呼んでますよね。そうね、よろしくお願いします、ね、サトシ。はい、サトシは今ね東京03でライブで、はい、そう東京03ってライブ、まあ、全国回ってるんですよね、はい、もう随分やってるよね、うん、もう10年ぐらいやってます。10年ぐらいね。はい、全国何箇所ぐらいやんだっけ。もうね十数箇所。十数箇所。すごいね。だってすごいんだよ、動員人数が延べ50万人ぐらい。あ、いや、あのそんな言ってない。50は言ってない。4万人ぐらい。すんげー。そうなっちゃうじゃん、ほら。そうなっちゃうじゃん。50万言ったらそうなっちゃう。4万ってまあまあすごいんだぞ。少ないってなっちゃった。4万だけ下手だな、あんた。4万じゃね、ドーム1回分ぐらい。そうドームで、だから東京ドームちょうど埋まらないぐらいですよね。そうそう、やって言ったら少なくなっちゃうから、少なく感じちゃうから。でもお笑いライブでこの動員数っていうのはもう日本屈指ですよ。いや、そう、ありがたいですね。で、まあまあいろいろつつうらうら言ってると思うんですけども、はい、全国ツアーでね、その土地その土地で美味しいもん食べるじゃないですか、うん、はい、なんかここのこれ美味しかったぞなんてグルメあったら教えてほしい、ね、なきゃいいんだけど。いや、あの山ほどあります。もう山ほどありすぎて。あのね、なんかある、北海道行ったばっかりなんですよこの前。あ、そう、北海道美味しいもんいっぱいあるね。ジンギスカンとか海鮮とか、うん、あるよね。ね。やる。全部その食べてきたんですけど、何か、なんかあのね、うん、ちょっと変わったとこでね、どんぐりっていうパン屋があるんですよ。どんぐり。そう。あれ、どんぐりってパン屋。そう、パン屋の。聞いたことあるような気がする。本当。うん、でまず有名なのがちくわパン。あ、それはなんか知ってるな。まあパンの中にちくわ入ってて、あ、逆かと思ったよ。え、ちくわの中にパン入ってる。ホステイパン。そんな食べ物あります？ホステイパン。ね、でそのちくわの中にツナ入ってる、ま、ツナマヨ。あ、うまそう。そう、めちゃくちゃうまいんですけど。あるあるある。それ結構有名なんですけど、うん、この前食べたのがそこのザンギ串。唐揚げだ。唐揚げ。ザンギってね、唐揚げか。そう。それがね、一本の串に3個唐揚げがこう刺さってるんですけど、この唐揚げがめちゃくちゃうまかった。え、それはどんぐり、どんぐりの、どんぐりの、それなの。商品なの。パン屋さんでやってるやつ。そうそうそう。あ、これ。そう。そう。ザンギ串。そう。串ザンギかな。串ザンギ。串ザンギ。うん。これなんか普通の唐揚げとは全然違うから。いや、もう味がまず濃い。めちゃくちゃ。味が濃い。味が濃い。こんな唐揚げうまいんだっていうぐらい。あ、そう。あともうまあでかい。もう本当テニスボールぐらい1個。あ、そんなでかいのこれ。でかいです。でかくて味の濃いもんってうまいんだよ。うまいですね。いや、わかるよ。めちゃくちゃうまかった。うん、そうなんだ。いや、もう本当に札幌はめちゃくちゃ美味しいもんいっぱいありすぎて、ジンギスカンもその袋亭ってところ必ず行くんですけど、生ラム、生ラム、うん、まあいいよね生ラム。あとラムフランク。ちょっともうやめてやめて。何個言うんだよ。何個言うんだよ。めちゃめちゃあるんですもん。あ、ウニイクラ丼も食べたんですけど、いいね、そのウニがね、そりゃそりゃそうだろうよ北海道で。ただその小鉢にね、ウニイクラ丼にまずイクラ丼に乗ってんのに、うん、小鉢にウニが入ってて、うん、こっちは醤油かけてすりつぶすんですよ。ウニを、ウニのタレ作ってさらにそれをかけんの。うわ、これがめちゃくちゃうまかった。それはどこで食べれて、
それはあのオガっていう居酒屋さんがあるんですけど、郷土料理オガっていう。オガ、そう、そこはもうトウモロコシのかき揚げとかめちゃくちゃうまかった。すごい、ね、いや打ち上げしてんな。これすげえな、マジで、ね、ライブやってんだ本当に。それライブやった後に行ったんですよ。あれ終わってね、終わってめちゃくちゃうまかった。いや、それは全部美味しいよね。全部うまかったけどね。え、美味しいね。いいな、もうその話聞くだけでいいよ。いいよ ね最高、本当にね。え、あの渋谷さんもだってライブではいろいろ行ったでしょ。はい、行きました。なんかでもさ、アイドルのライブの時ってあんまりそこまでその土地その土地でなんか食べたりすんの？いや、あんまりなんかもう自分たちで勝手に行っちゃいけないみたいなのがあったりするんで。だって大変なことになっちゃうじゃん。あ、そっかそっか。ファンの方もまあ、まあゼロ三はね、ライブがあるからってブラブラしたってどうにもなるんですよ。僕だって本番直前に札幌の時計台で写真撮ってますから。すごい余裕。誰にも何にも言われなかった。余裕。おお、紛れ込めるんだよね、ゼロさんね。そうで、お客さん並んでてそこを素通りしてますから。ダメだよ。なんだよそれは。よくないよ、逆に。オーラゼロ。でも、はい、食べんのなんかは。そうだから、なんかファンの方に握手会で美味しいところ聞いて、名古屋のファンの方が教えてくれたんですけど、トンパチっていう味噌カツ屋さんが。知ってる？トンパチ。俺トンパチじゃない。トンって豚？はい、豚です。豚のなんか味噌カツ屋さんがあるって聞いて、名古屋はね、はい、でたまたまお仕事が名古屋であったんで空き時間の時に行ったんですけど、もうめちゃくちゃ美味しくて、味噌カツね、味噌カツがないな。もうそこで味噌カツのことめっちゃ好きになりました。味噌カツ、はい、トンパチさん、トンパチさん、わ、これかな。こんなにべっちょべちょなの。デミグラスソースみたいなね、すごいかかってますね、はい、結構かかってるんですけど、でもこれ甘くて、うん、甘いね。なんかそこまでくどくないから、もうソースも最後までこう全部こう根こそぎこういっちゃう。そんな美味しいんだ。くらい美味しくて、うまそう。名古屋いろいろな名店あるけど ね最初食べた時衝撃だったよね。俺らも好きだよね、味噌カツは大好き。そう、味噌カツ、あんまりほらとんかつは知ってるけどさ、名古屋の方のこの八丁味噌のね、味噌カツって初めて食べた時はなんてうまいんだっすよね。もう味噌カツいろんなお店行ったよね。好きな店あるよね、それぞれよね、うん、名古屋だったらこの味噌カツ屋行くっていうのはね、うん、そうだね、そう、うん、美味しいよね。うまい、美味しい。いや、全国いろいろね、全国の美味しいもの紹介する番、この番組そうじゃん。ジラジラしいな。ただな、なんか進行が。全国の美味しいものを紹介する番組、せっかくグルメでございます。よろしくお願いします。ときめく時を TBS。